これは TOS が入手した大分市の小学校に勤務する30代の男性教師の X の投稿です。お子さんがポンコツにならないように頑張ってくださいなどと抽象する言葉が並んでいます。大分市教委などによりますと、この男性教師は今月、小学生の娘がいる愛知県内の40代の女性に対し、X で抽象する投稿を繰り返していました。抽象を受けた女性は、こんな保護者じゃ子供が適応障害になるのは仕方がないっていうようなことを書かれたり、まあ、結構こう心をえぐられるような言葉が並んでる状態になってました。先週、市教委に電話があり事態が発覚。男性教師は28日に校長とともに女性の元を訪れ、直接謝罪したということです。しかし、とりあえず謝罪に参りましたっておっしゃってたんで、とりあえずなんだなと思って、反省はしてないんだろうなっていうふうにこちらとしては感じました。極めて遺憾と申しますか、強い憤りを感じているところですけれども、教員としてその前に人として決して許される行為ではないというふうに思っています。今日開かれた大分市教育委員会の会議で、佐藤教育長は事態を遺憾としました。大分市では SNS で不適切な投稿を繰り返したとして、去年は当時30歳の小学校教師が文書訓告処分を受けています。相次ぐ教師による SNS での不適切な投稿、市教委はSNS の扱いなどのチェックリストを作成し、再発防止を徹底すると話しています。